さて、夜食、プレイしていきます。空腹を感じて目が覚めた。でも、こんな夜遅くに何か食べちゃダメだってお母さんに言われている。なんだか目が覚えちゃったけど、学校で眠くなったら困るし。何とかして気を紛らわせて寝よう。 はい、始まっております。夜食。えー、っと、夜中にお腹が空いて目が覚めたか。もう、カップラーメン食べるしかないね。とりあえず一旦セーブしておこうか。えー、主人公は少年ですね。アイテムはないけど。まあ、連打はできる。こんだけ連打したらもう疲れ果てて眠くなっちゃうだろうね。えー、システムはいつもの売りだっていう感じ。さて、では、深夜徘徊していきましょうか。僕の目覚まし時計だ。 お姉ちゃんとお揃いの誕生日にもらった。なるほど。誕生日プレゼントが目覚ましとけっていうのも。まあ、それはそれで嬉しいが。結構立派なもんもらったのかな。え、お姉ちゃんは眠っている。時々寝言を言う。寝言を言うか。ああ。なるほどね。お布団トンネルで。こうやって筋トレしてない。運動したら腹減るし、眠気も吹っ飛んじゃうか。トイレに行きたくはない。 うん、まあ、トイレに行くついでに何かをつまんでくる。あ、それはダメだって言われてるのか。これは、姉の目覚まし時計か。同時になるのかな、朝。お姉ちゃんが誕生日にもらっていた。お母さんは眠っている、寝相は家族で一番いい。寝言も言わん。お隣は、お父さんは眠っている、いびきをかいているか。ああ、いびきかいてる人と同じやか。私はちょっと辛いな。 まあ家族みんなで川の字になって。家族がこの4人で全員かどうかはわからんが。タンスだ。爪切りやハンドクリームが入っている。いや、爪切りやハンドクリームもそうなんだよね。私もね、もう熊に目がいっちゃってさ、もう熊以外目つかないんだよね。熊のぬいぐるみはのっ、え、持っていくのハサミの方に。ハサミを持ってくるんじゃなくて。まあ今日はそういう気分なのかもしれないね。まあ熊のぬいぐるみ持っていきましょうか。 とりあえず、熊のぬいぐるみをゲットいたしました。お日様の匂い。おぉ干したばっかなんか。ゲットすると落ち着く。めっちゃダウニーの匂いかもしんないね。ダウニーの匂いは別にお日様の匂いではないんだよな。さて、ダッシュもできないし、ダッシュなんかしたらそれ家族起きちゃうもんね。えっ、ー、と、熊のぬいぐるみを持って、トイレには行かず、ぐーぐー、すやすや。あー、布団が吹っ飛んだ。寝るかまだか。 クマを使って安眠。まあ、マは安眠にも用いるからね。何か音がする。何だろう 怪物がお父さんを食べてる。どうしよう、どうしよう。音が近くなった。まさか。まさかお母さんも。怖い、怖い。振り返。ざるを得ない。 音が、止んだ。今のうちに、こっそり。暗闇の中に人を食う化け物がいるんじゃないかっていう想像はしてしまうな。未だにしてしまうし。 多分、いるんだよね。人の心の中には、振り返らない。体が金縛りみたいになって動けない。怖くて震えが止まらない。怪物が肉を、骨を刃む音が聞こえる。耳を塞ぎたいけれど、それすらできない。 音がすぐ隣まで来た。隣にはお姉ちゃんが寝ている。お姉ちゃん多くて逃げて、そう言いたくても声が出ない。必死に息を殺しているのに、バクバクと心臓はうるさい。鉄の匂いがする気がする。怖い。振り返ざるを得ない。 あいつらが出た時は、もう布団を深くかぶって、何も見ないように、聞こえないようにしなきゃいけないんだよね。私も経験あるな。隣から音が止んだ。気配が近づいてきた。僕は腕の中の熊のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた。 目覚まし時計の音で心臓がキュッと締め付けられたな。ちょっと、あんたいつまで寝てんの目覚まし時計鳴ってるじゃん。学校遅刻するよ。って、また私のクマキシ持ってって、これは私のなんだから勝手に触らないでって言ったでしょまったくもう。ほら、早くしないと置いていく。あれ、どうしたの口の周り、血だらけになってる。唇でも切れた。それとも鼻血うわ、キシにも血ついてる。 洗わなきゃ。ああ、枕にもシーツにも。これは私が洗濯に出しとくから、あんたは変わらってきな。ひどい顔だよ。まるで、人を襲って、食べてきたみたい。 熊吉不在で振り返らない。隣から音が止んだ。僕の番が来たんだ。あれ